ウェストキルブライドの海岸クライド湾とは、グレートブリテン島のスコットランド西岸に存在する湾である。近代半島により大西洋から隔てられ、アーガイルビュートとイーストヤシャーの外湾となっている。なお、クライド湾とクライド川の区別は、文化的区別としては曖昧であり、ダンバートンの住人は、ここを湾とみなし、ポートグラス号とグリーノックの住民はしばしば湾を、北方の 川とみなす。スコットランドゲール語で、陸の終わりを、リンネチャラと言い,い、アラン島、キンタヤ半島とエアシャー南部地域を、アンリンネグロスという。クライド湾は、キンタヤ半島と、南部高地とに挟まれた、グレートブリテン島の北西部に存在する入り江である。そしてこの湾は、グレートブリテン島とアイルランド島との間に、存在する、ノース海峡に面している。 湾の入り口の幅は 42km で、最も陸地に近い部分には入リ江ロッホロングとガル、ロッホも加わる。クライド川の三角州から湾と隔てられ、サスで知られるグリーノックの海軍港も含まれる。クライド湾はサスで 3km ほどの幅となり、グラスゴーグリーン近接のショーダム地点が満潮時の最高地点である。湾内には多くの島々や半島があり、 12の航路で、グレートブリテン島と湾内の島々が結ばれている。これら航路の大半はカレドニアン・マクブレイン社が運営し、壁地で生活する共同体のライフラインとなっている。ホーリー・ロッホー・フェリーが行き交う。アラン島にあるブロディック城のそばに停泊する、外輪上汽船のウェーバリー号。湾内には、多くの島々がある。大半の自治体が、定期フェリー航路で、 グレートブリテン島と繋がっている。クライド川下流の最後の造船所。古代からクライド湾は重要な海の航路であり、ラーグスの戦いではスコットランド西部への野望を持つバイキングの転換点となった。ビクトリア長期は観光産業が到来したことでグラスゴー市民に非常に人気を博し、休日に蒸気船に乗って、 美しい海辺の村々と湾岸沿いを巡る旅が好まれた。岸辺には金のかかった建物が別荘として立ち並んだ。ラーグス、ドゥヌーン、ロスシーといった多くの街はこのブームの間に非常に繁栄した。1942年、世界初の潜水艦によるオイルパイプラインの深海試験が湾内で行われた。 グリーノックとポートグラス号の造船所は蒸気船建造においてヨーロッパで初めての成功を収めた。20世紀に入るまでは世界の造船の大半を担っていた。近年は湾内の自然が産業の成功と海岸部の海軍の発展でぶち壊しにされた。造船所と同時期に稼働を始めたハンターストーンとインバキップの火力発電所も含まれる。 現在残っている造船所はポートグラス号のニューアークキャッスルだけである。グリーノックのカンドックは船の修繕用に稼働しており、ポートグラス号のさらに大きなインチグリーンカンドックは時折使用されている。かつてグリーノックの造船所のあった場所は現在刷新された。ゼニ型ザラシとハイロアザラシは湾内の至るところで見られる。ネズミイルカは 珍しくないが、非常に稀にワンオーまでやってくることがある。ワンオーで乗り上げたりすることがある。クジラ類は、クライドワンを好まず、より小さなゴンドウクジラ族か、ミンククジラは不定期にやってくるようである。2005年、ワンは、スコットランドで、ミンチ海峡の次に高い確率で、ウバザメの見られる場所とされた。特に巨大な、サメ類は、暖かな海を好むようで、 アラン島南岸のプラッダ周囲の浅瀬で見られる。一時期漁獲量が非常に多かったが、現在クライド湾域で獲れる魚で売り物になるのは、クルマエビアモク、ロブスター、ニシンである。グレート・カンブレーで、グラスゴー大学とロンドン大学2校により、海洋生物学所が運営されている。クライド湾は、クライド川のように歴史的に重要な造船の中心地である。レンフル グリーノック、ポートグラス号、トルーンに造船所があり、フェアデールに小型船造船所があった。ポートグラス号のニューアークキャッスル造船所と近接のファーガソン造船所は、スコットランドで最後まで残っていた民間造船所の一つだった。ポートグラス号は、世界最大のカンドックの場所の一つで、インチグリーンに修繕場所がある。カンドックは、 長さ305メートル、幅44メートル、ノースウェスタンシップリペアリーズ社が、スコットリンス号の名で運営しているが、会社は有名なポートグラス号の造船会社、スコットリンス号と提携はしていない。クライド湾の入り口は、北ヨーロッパで最新で、最大級の貨物船を収容でき、イギリスでも主要な港湾として、定期のクルーズ客船同様、 毎年7.5万トンの貨物船を処理する。加えて、ハンターストン鉄鉱石ターミナルに、多量の鉄鉱石を収容するターミナルがある。イギリス海軍において、クライド湾は重要な存在である。ゲールロッホとロッホロングに、クライド海軍基地がある。グリーノックは、艦船平坦基地として、三つの主要基地のうちの一つである。これは公式には、 イギリス政府の外局ロイヤルマリタイムを置き知り合ーサービスが運営を行うが、いくつかの業務は、イギリス国防省の兵団、補給部門によって民間に委託され、現在は、セルコグループが運営している。ありがとうございます。